じゃあ、ここら辺お願いいたします。単発ドラマ部門グランプリは、制作テレビ東京、作品名 A ではない君と、ご出演佐藤浩市さん、杉田ライルさん、原作薬丸岳さん、脚本山本睦美さん。してましたし、この原作ももちろんそういう目的だったと思う。何か触れてはいけないもののように扱われてきたもの、こうやってドラマになると、なるほどなって、その触れてはいけなさが分かりました。正直言って、その地上波のテレビが持つ特性としては非常に扱いづらい問題だと思うんですよね。でもそれをこう正面切ってやってみる、何がアンタッチャブルなのかっていうことも含めて見ながら、やっぱり考えるドラマというものもあっていい、それもやっぱり必然だということを改めて教えてくれたと思います。そうなんですね。大きなその少年 A という事件がありました。榊原さんですかね。あれからなんか人間 A って表現されることに慣れてしまった。でそこが辛いとこですよね。そうですね、それでやっぱりなおかつ加害者と加害者の家族という立場がどう生きるのかということを問題を扱ったということだと思うんですね。実はその杉田さんのインタビューの中で、最初に会った時に佐藤さんは、お前これで食っていくのかと聞いたそうですね。そんなこと言いましたね。なんて答えたんですか。もうはいって即答しました。食っていく気なんですね。はい、もうこのドラマを経て、もうそれが一層深まりました。食ってきますかね。食っていけると思いますよ。でも君が納得いくまで何回でも俺は付き合うから、なった大変優しいお父さんだと。いやでも逆に本当に僕は一回芝居、彼の芝居を受けなかったことがあって、でなんで次のセリフを僕は言わないんだろうって彼はすごく思っただろうし、そのことをいずれ彼自身も分かってくれると思うし、やっぱりそれじゃ受けられないぞっていう何か伝播するものを感じてもらいたかったっていうのはあった。そういう日、いやいいですね。だんだんあなたお父さんにできました。すいません。芝居じゃ俺は次のセリフ出ないよってね。